見レれてアヌスのアス青銅かどうかとは、銅を素材として作られた貨幣を言う。銅は非金属ではあるが、鉄や鈴などに比して、イオン化傾向が低く酸化しにくいとされ、鈴との合金である制銅は、古くから装飾品や武器などに広く使用されて、精霊法もよく知られた、身近な金属であったため、貯蔵性や過半性の利点から、鋳造貨幣として、後半に利用された。 ただし厳密な意味での中蔵は、東アジアに限られ、オリエントやヨーロッパでは、プレス加工による成形が主流であった。退職制に優れるとはいえ、材質としての価値は、貴金属としての金銀に比べ大きく劣るため、本位貨幣の少額決済における不便さを補填するための、よって、中国や日本では、金銀が、砂金や長銀など、氷量貨幣の定裁を取ることが多かったのに対して、 銅は、権威性を備えたコインとしての定裁が求められ、鋳造の品質が信用に直結した。同字金と額面との差額は、貨幣発行益として、政府の財政収入となるため、760年の万年、通報発行時には最期を狙って鋳造された市中線が、市場の半数を流通したという。中世日本では、輸入船である創船やエラク通報が広く、通用したが、 品質を落とした、市中線も引き続き流通し、悪化、ビタ線として、エリゼニの監修を引き起こした。効果は金や銀の実質的価値から、額面に応じて大型で重くなっていたが、銅貨においても同様で、ヨーロッパ世界では金星に入ってからも大型で重い、銅貨が流通していた。イギリスの車輪線と呼ばれるニペンス銅貨は、その代表的なものである。現在では、金貨や銀貨は、 もはや流通用には見られず、銅貨が世界の効果の中心を成しており、広く利用されている。銅貨の子は、素材面から見ると、最も競技には、純度銅96%以上の合金で作られているものを言い、日本の貨幣では1873年制定の竜二銭、竜一銭、竜半銭、一輪銅貨がこれにあたり、純銅製のものは、 アメリカの1793年1857年の一銭と銅貨やハーフセント銅貨などの例がある。しかし、銅貨が純銅で製造されることは少なく、多くは耐久性などの面から青銅貨として鋳造される。一般的には銅貨というと、この青銅貨を指す場合が多いが、他にも銅を主体とする合金、例えば黄色い黄銅貨や、白い白銅貨、洋銀貨や、 アルミニウム青銅貨、さらにはノルディックゴールド貨なども抗議では銅貨の範疇に入る。世界的には一般的に高額硬貨は白銅貨が、また低額硬貨には青銅貨が用いられる場合が多くなっている。高額硬貨について偽造防止などのため日本の500円硬貨のニッケル王銅のような特殊な合金が用いられる場合もある。近年の銅価格の高騰により、 英国のニペンス銅貨は金属素材として額面以上の価値を持つに至っている。変わった例としてクラッドメタルという貼り合わせ金属の銅貨も増えてきている。これはアメリカの効果に代表されるように表面は白い白銅であるが中身は青銅というもので円の部分を見ると赤茶色の銅の色が見られるのが特徴である。詳細は日本の貨幣史を参照日本でも銅貨は 銭と呼ばれ、律令国家によって、和道元年から天徳2年の250年間の間に12種類の銅銭が通貨として発行されている。その中でも、和道開鎮がよく知られている。後に、貨幣経済が11世紀あたりで一時途絶えるが、12世紀後半から総銭などが輸入されて使用されるようになり、江戸時代には、官営通宝を中心として、他にも、文飛長だから、 天報通報と呼ばれる、長く定着する銅貨が国内で鋳造、使用された。日本で、明治以降に造幣局で製造された、銅貨系の硬貨には、最も競技の銅貨のほか、青銅貨、白銅貨、黄銅貨、アルミニウム青銅貨、ニッケル黄銅貨などがあり、現在日本で流通している硬貨は、アルミニウム貨である一円硬貨を除いて、全てが、銅を主体とする合金が利用されている。 ネロ皇帝の圧制銅化参加の交換比率は国と時代によって異なり、古代ローマのアウグストステッチ成家では金貨、銀貨、銅化の交換比率は1時25分400とされ、東ローマでは1時12分180、新朝では銀一両に対し銅千千分とされたが相場により日々変動した。日本初の中蔵貨幣と言われる和銅海鎮では銀貨一枚が 戦火25枚の価値を持つとされた。江戸時代には参加制度で、金一両イコール銀五十文名イコール戦四冠分とされたが、これも相場による変動が激しかった。ローマでは金貨が本位貨幣、中国では銀本位制、江戸時代だと江戸が金、大阪が銀本位制であった。ありがとうございます。